乾杯。マミルトンスパークリングでした。いい味だ。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今週のどうしたの高橋くん。それ美味しいんだよな。それ糖質だけ、糖質制限ダイエットする前に飲んどけばよかったですね。飲めよかったね本当に、うん、言ったのに持っていきますよっつって。え、嘘。本当言いましたよ。あの動画とかでよかったら あそうだ、うん、言ってましたね。もうできなくなっちゃった。なんであーって言うんですか。さあ、はい、先日は、急遽あの怖い話シリーズ3本、うん、3日間、3連休に合わせてということで公開をさせていただきましたが、はい、再び元に戻ります。はい、毎週更新、毎週金曜日、更新のお便り動画でございますが、うん、私のツイッターでゲリラ募集させていただいております。お便りをで、毎回5名様読ませていただいてるんですけれども、読ませていただいた5名様には後日、うん、週が明けて来週ですね、連絡をさせていただいて、私のサイン入りの何かをプレゼントさせていただきますのでお楽しみに。サイン入りの何か、うん、何かです。昔は明言してたんですけど、 T シャツでしたね昔は。はい、あの最近は物がなくなったりとかね、 あとはいろんなものがあったりとかね、新しいもの増えたりとかなので、あの届いてからのお楽しみ。狙ってるものが来るかもしれないんですよね。かもね。だいたい T シャツ。だいたい T シャツ。そのうちいつかタモリクラブみたいになって、だいたい T シャツかタオルなんですけど、すごい面白い質問にはジャンパーをあげるみたいな。これ行っちゃうみたいな。でもね、2年ぶり、あのね、お便りに入る前になんなんですけどね、来年、イベント結構多そうじゃないですか。特に私とかの歌出すんで。そうですね。あのいろんな場所で歌うっていう時に結構野外とか多いらしいんですよね。まあ、順次発表させていただきますよ、うん、その CD 絡みのイベントは、うん、結構全国回る予定あるんですけれども、すごい今アンギャ、あのスタジャン作ってました。スタジャン言っていいのかな、知らんけど。知らんけどスタジャン作ってた。スタジャン、あ、似合いそうっすね。なんか似合いますね。赤いスタジャン、うん、赤となんか白腕が白とかだったの。あ、白いいっすね、いいっすね。とかでなんか雰囲気、まだデザインの完成形見てないんですけど、だいたいこういう方向性で作るよって言われて、うん、え、普通にかっこいいじゃんとか思って。ただ着たら目立つで、あれあんなん着て街歩けねえよなとか思うけど。着ようと思ってたんですか。え、衣装じゃないですか、つまり。あ、衣装なのかな。衣装もったいなくない。まあもったいないですよね。うん、でも外でイベントするときはね、完全に必要でしょ。うん、まあね、寒いからね。僕それ着ないな。サイズ合わないよ。別に。あ、でも今コケ販売用じゃないからさ。コケできるから。販売用じゃないからさ。ちょっとまたお便り入る前にちょっと今日お話ししていいですか。いいよ、行っちゃって。ダイエット始めて2週間。さあ、高橋くんどうぞ。お便り。はい。今回はですね、私が普段は昼間の時間帯に募集してるんですけど、うん、あの深夜に募集してみました。うん、木曜日の、0時、日付が変わった直後ぐらいかな、うん、でテーマはフリーで募集しまして、はい、いつも通り30分弱、うんうん、深夜0時過ぎ、うんうん、募集したんですが、どうでした。なんと592ついただきました。592、多い多い、めっちゃ多くなってる。やっぱ夜中は。しかもテーマがフリーということで長い。みんな長文。本当ですね。みんなすっげー長文。本当だ。すげー長い。本当何これ。長。で今回ちょっとね、切り板システムを採用し。来た。あの切り板システム。便利な。読ませていただきたいと思います。はい、じゃあ私100通目からいきますんで、はい、ちょっと皆さんあの雑談ください。雑談。いや多いんでちょっとどこかな。ああ、なるほど。切り板システムいいですよね。うん、ほんといい、うん。メジャーあるんだね、ここ。メジャーあるんです。はい。100番目。もう行っちゃっていいですか。はい、お願いします。すげえな。なかなかタイムリーな話題が来たね。100番目のお便りでございます。小鳥のおやつさんからいただきました。小鳥のおやつ。小鳥のおやつさん。村井さん、アップバンクの皆さん、こんにちは。こんにちは。
今回はテーマがフリーということで、僕の大好きな高橋くんについて話そうと思います。ありがとうございます。最近の高橋くんは食事制限的なものをやっていてとても感心しました、そこで高橋くんと一緒に僕も少しずつですがやり始めました、最近は高橋くんが紹介した商品や食べ比べ飲み比べしたものを買って食べてみたりしています。これからもアップバンクの活躍を応援しています。ありがとうございました。さよなら小鳥のやつさん、ありがとう。ありがとうございました。あれ終わりだ。小鳥のやつさん以上だ。ありがとうございます。結構いただきますね。そのフランスパンじゃねえや、あのソーセージフランスもあのセブンの買って食べてらっしゃる方とかもいらっしゃいますし、あの僕が食べ物出し動画出した次の日がやばいみたいですね。もうその食べたい欲求、うん、ケンタッキーはずるいって言われました。絶対食べたくなるって言われて、はあ、私動画で見て以来多分結構な頻度で買ってるのが白おにぎりめっちゃ買ってる、めっちゃ買ってる。あの、ね、餃子のスープのお供にね、すごい、あれね、何にでも合うから。あー、そういうことか。で、あれ本当にあの味の濃いおかずに対しての米としては完璧やね、うんうん、あれ味ばらつきあるっしょ、マジである、本当にあるんですよ、うん、塩味今日濃いなみたいな。え、そんなに本当にあんの？本当にあります。あとついてる場所がなんかこれ側面についてこれよう混ざってんなとか個体差が、個体差が激しい。どういうシステムで塩かけとるんよ。わかんないですよ。だからおにぎりなんてだって完全に機械でしょ、手で握ってないでしょ、うん、だから多分かけるとこだけは、うん、もしかしたらなんかおばちゃんをやってるとこなんですかね。いや、塩こそ機械とかがこうやってこうやってかけるべきでしょ、塩こそ。そのライン生産みたいなのしたらあんななんないですもん、だって、うん、バラつきありすぎ、全然違う。それバラつきの仕方も面白いんですよねこれ側面、これちょうど中和されてる、本当にあるんですよね。で、これはなんかこのここなので、あれ食べるときね、それが面白くてね、買ってるっていうのも結構あるんですよ、うん、あれがいい、なんか温かみみたいなものがありますすごいな、うん、塩むすび美味しい。じゃあ次のお便りいきます。キリバンの200通目、200通目いただいたものです。ピロさんからいただきました、はい、ピロさんから、村井さん、マミルトンさん、高橋くん、アップバンクの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。毎日楽しく見させてもらってます。テーマがフリーということで、12月の中旬に二次試験の結果が届きます。お、今とてもドキドキしていて、結果がどうなのか不安です。村井さんやマミルトンさん、高橋くんのドキドキした時は不安になった体験談を聞きたいです。できれば合格することを祈ってください。寒くなっているので風に気をつけて、これからも頑張ってください、応援していますということです。ピロさん、ありがとうございます、うん、合格発表、二次試験の結果が届く12月の中旬、結構早い。早い。国公立だと1月14、15とかが例年だとセンター試験ですよね、うん、どうなんですか？で、2月の14、15とかその辺がだいたい国公立だと試験だよね、入試だよね、うん、で3月上旬ぐらいに発表があって、急いで引っ越しみたいな感じで、ね、うん、そうですね。だから私立かな、かもしれないですね。早い、うん、ドキドキしたこと、うん、今でもドキドキしている。まあドキドキするよな。私同じシチュエーションだったらドキドキしてわざわざ、東京まで東大の受験のあの結果発表のプレートを見に来て、うん、落ちてた。私ミヤさん東大の文系受けてて、で私理系受けてて、うん、文系と理系って離れてるんですよ、うん、で2人で見に行こうぜっつって、で受かってたらまあ東大来ようぜみたいな感じで別れて見に行って、でなかったんですよ私、うん、でミヤさんがあるかどうかって分かんないじゃないですか、うん、で向こうからミヤさんが離れてるんだけど、おーいっつって、だったーって言ってきて、で私が落ちたーだーって言って、そしたら俺もって感じで、落ちた、二人で落ちたって言ってたら、ボディービルダー部かラグビー部かそっち系のガタイのいい人たちが、私が落ちたでって遠くの皆さんに言ってたら、ガタバンってやられて、おめでとうっつって、いや私がこうやって落ちたでってやってたから、こうやって大声出してこうやってやってたから、あ、なるほど、おめでとうっつって、胴上げさせてくれ、胴上げさせてくれっつって、6人ぐらいで、わーしょい、わーしょいって言われて、私もわーしょい、わーしょいって言って、で、それで最後に、その4回か5回飛んだ時に、シャッて落ちて、降りて、で、君一体どこにって言われて、
落ちましたって言ったもうね、さーっとさーっと、いや大丈夫です気にしてませんっつって、ありがとうございましたっつって、超懐かしい。つい最近ミヤさんとその話を思い出してしてた時に、なんで胴上げされてたのか気になってたけど、そういうことだったんだその胴上げされてるの見てたミヤさん、なんで胴上げされてるのか僕結構分かんなかったんだよねっつって。それすごいエピソードですね。すごいね。まあ落ちてたからね。10年越しぐらいで分かったわけですか？14年越しに分かった。面白いですね。でもドキドキか、ドキドキな。僕別のドキドキありますよ。どんなドキドキ？あの高校試験の時に僕最初に高専受けたんですよ。うん、なんか技術系好きだったんで、で完璧、あのなんだ、面接までやって完璧受かったわと思って。うん、これも受かったなと思ってすげー勢いを歩いてたら、その同じクラスの受けた人がいて、うん、高橋君第一ボタン開いてるよって言われて、おおすごい完璧な面接したつもりだったんですよ。気になるよな。だけどこのホックも外れててボタンも取れてこんなだったんですよあのやっちゃったって思うよなはぁーってなってすげーバク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 してきて、まあ、結果落ちてたんですけど普通に。あの面接とかじゃなくて試験で落ちてたんですけどだからなんか良かったって思ったんですけど、あれもしそれで面接まで受かってるレベルだでこれで落とされてたら本当たまんないですよね、うん、でもなんかその高校生とかさ分かんないもんね、中学生とかね、本当にそれで落とされてるかもとか思うよね。ありますよ。でも実際それで落ちるのかな、どうなのな、どうなんでしょうね。そんなことで落とす高校時代落ちたんですよ。え、公立、あら、行きたかった公立。なんかここ3人とも挫折してるやん受験系は挫折はしてないけど、うん、まあ挫折はしてないよ。公立落ちて、私の第二学区っていうところは公立と私立1個ずつしか受けれなかったんですよで公立落ちたんで私立行くしかなかったんですけど、もう公立落ちたらもう人生終わったみたいな感じで、すごい1週間から1ヶ月、あ1ヶ月は行ってない、もう入学するまでじゃないとすごいへこんでました。なんか大阪とかもそうなの、なんか石川だったら公立入れないとなんか不良みたいな、なんか私立やばいみたいなところあったよ。あ、石川は不良ではないんですけど、お金、親にお金かかるから親不幸みたいな。なんか逆にさ、東京とかだとさ、私立こそ行くべきみたいな、なんか雰囲気あるよね。なんか大学つながってるとこ行って、お受験でエスカレーターでみたいな。なんか大阪もなんか私、あの前の会社のガヤクスが大阪の人多かったから、なんか割とエスカレーター系、あのお受験系の人たち多かったから、なんかその国公立の方が例外みたいな雰囲気、なんか国公立喜んで入るの田舎だけみたいな、そんな感じで認識してた。国公立行きたかったですね私は。あ、なるほど。すごいね、あの落ちた直後って、あの受かった CM 見るのすごい辛いですよね。あなんか桜の花とかが咲いてるような。で1年後私の落ちた高校に弟入るみたいな。おーい兄弟でその狭いなんかね世界の中でそういうの結構あるよね。あるある、あります、ありますね、うん、兄弟ってのは比べられるからな、うん、高橋くんってお兄ちゃんだっけ。僕お兄ちゃんですね。下に妹、下に妹、妹がいます。一人、一人です。一個下、一個下ですね。うん、同じです。私一個下の弟がいますから。おお、うん。池袋に住んでます。近っ。あ、池袋に住んでる。近っ。あ、誰も大阪にはいないの？お母さんとお父さん。キス花は誰が後継ぎをするの？継がないです。継がない。え、僕継ぎますよ。でも高橋くん継いだ瞬間に富士宮焼きそば屋さんになるよ。喫茶店かと思ったら。なんか焼きそば屋さんになるよ。なぜ大阪で富士宮焼きそばが喧嘩売ってんのかみたいな。本当だ。でも全然継ぐんで、あのよろしくお願いします、ね、それ私近隣で広島焼き出すわ。お便り1通目11分、はい、いやもう2通目です。2通目です。あのピロさんぜひ受かっていただきたいと思います。そうですね、祈ってます。でもあのもし大学ですかね、高校、大学ですかね、二次試験12月中旬、大学かね。でまあ、全然安心してほしいんですけど、そんなところであなたの人生何も決まらないので、決まんない本当、人生終わったなんて思わなくて、そうですね、
その行った先で、うん、あの楽しんでください、うん、はい、おっしゃる通りです。本当です、はい、ちなみにあの国公立に入らないと不良の下りは忘れてください。不良まで行かないけど、そういうのなんかあるんじゃないですかね。よっぽどそのいい私立とかじゃない限り。なんかね、うちの田舎、石川の奥能登の方はね、なんかね、私立と国公立は結構なんか雰囲気差あったね。まあ私立入ってないから、うん、その私立のなんか現場のね雰囲気とか分かんないけど、ただ国公立全部アルバイト禁止で、私立は全部アルバイト OK みたいな。で結局高校生とかってアルバイトやってるとか、そういうちょっとした背伸びがなんか、うん、やばいっすね、ねえ、あるじゃないですか。アルバイトしたらどうなんですか。アルバイトして自由に使えるお金がある、うん、そのお金を持ってなんか漫画買ったりとか、うん、なんかミスドにたむろするとか、うん、我々の田舎だとあのみんながたむろするのミスロだったんですけど、うん、なんかミスドに結構な頻度でいるとか、なんかそういうのってちょっとしたなんかあれだったんですよ、うん、なんかちょっとやんちゃな感じだったんですよ。なんか素直にお家に帰らずに、なんか放課後もあの駅前にいるみたいな。私3年間バイトしてましたよ、高校3年間。花屋さんで。すごい、あ、花屋さん、花屋さん、フラワー、フラワー、フラワー。しかも毎週日曜日がもうバイトの日で、毎週日曜日1日かけて、はいはいはい、で平日はクラブなんで、まあ、バイト行けないんで、でもそれでも週4回やから日給6000円で24000円。え、すごい、月、月、すげえ。でも使う時間がないんですごい溜まりました。めっちゃ金持ち。部活帰りにローソンで唐揚げくん買うとか。そのとこから唐揚げくんが。なかなか買えないよ。そうですね。もうコンビニで400円のものとか、まさか毎日。毎日でもジュースは毎日朝買ったり。まあジュースぐらいは買うかな。ジュースぐらいは買うかな。毎日唐揚げくん買ってたら大した高校生ですよ。お小遣いなかった。あ、小遣いなかった。へー、すげえな。私奨学金を使ってあの飯食ってました。あそって言ってた。何でもないです。あそに行ったんですか。はい、3通目いきまーす、はい、ロリコさんからいただきました。ロリコさん、かっこ、これ300通目の300通目のお便り切り番でございます。ロリコさん、かっこ、ロリコン呼ばわりされている男性です。はい、はい、男性です。あのロリコン呼ばわりされてる男性です。呼ばわりされてるんですね。呼ばわりされてるわけです。だから本当はロリコンではない。でもはい、かっこ笑いって書いてあるんで、肯定してるか、どっちか分からない。ロリコンです。なんで、なんでそんなバーンってなるんですか。初投稿です。今の今、部屋にバカでっかいゴキブリがこの時期に出てきました。自分はとてもとても虫が大嫌いなのですが、ゴキブリなんてもってのほかです。村井さんやマミルトンさん、高橋くんはどうですか。自分はゴキブリが出たら友達や家族に対処してもらいます。笑い。ロリコン呼ばわりされてる男性ということで、結構な年齢を想定されますけれども、結構な年齢の男性っていうふうに想定されますけれども、その男性がですよ、これ自宅にゴキブリが出たら友達や家族に対処してもらいますかっこ笑いっていうこのシチュエーション、これはいろいろと問題があるんではないでしょうかね。いいじゃないですか、別に大丈夫ですか。大丈夫ですよ。でもね、右手に右を飼ってるとゴキブリはぐしゃってなって外にポイってしてくるんですけど、寄生虫だとね、私、はい、私もゴキブリなんか出たらもうパーンですよ。新聞紙とかでわーってびっくりはするけど、問題はその後なんです。そうです、パーン潰しちゃダメなんです。潰すと卵ピャーン。その後、そのパーンもなんかその要するにパーンじゃないんですよ、そう、こういう人もいますし、こういう人もいますよね。気絶だからパーンで、これがゴキブリだとしたらパーン、あ、ごめんごめんごめん、コロンパーン、ファン、パーン、コロンぐらいの、それをサッサッサッだから、まだから。マグルトンさん、高橋さん、ゴキブリは。私あの前、今引っ越す前の家で、あのたくさん出た、ゴキブリがあの家帰ったらドアの前にいたんですよ。あ、それなんか前聞いたことある、なんかツイッター、ツイッター潜在で、そう、あ、ツイッターじゃないな、ドアの前にここにいて、私がドアこれ鍵開けて入ったらもう完全に侵入してくる。準備満タンなんでこれダメだと思って。でもね、あの通勤
通勤っていうか仕事から帰ってきた足なんで何も道具持ってないんですよ、うん、でもちょうどその日洗剤を切れてたから買って持ってたんでジョイ君ジョイプシャーってかけてまさかそれ2割ぐらい使ったいやそんな使ってない1割1割1割使いましたね。即死でした。マミスパで言うとこれぐらい使った。あ、そんぐらい使いましたね。あ、結構いったね。もう即死、うん、あれ呼吸できなくて確か死ぬんだっけ。油分を吸われるって言ってましたね。なんか洗剤であれだよね、なんかゴキブリは洗剤が苦手っていうのはなんかありましたよね、うんうん、油分吸われるとダメらしいですね、うん、うちのお父さんこの壁をこう歩いてたら手でパッてやってました。パーンってやってティッシュにつうすっげえ。むすろあとお父さん手触るの嫌やみたいな。これはすごい。すごいそれ。すごいテレビ見ててこっちの壁にと。そんなさなんか宮本武蔵か誰かじゃないんだからさ。ご飯食べてたら箸でシュッて掴んでるんだよ。あれをこうやって。すごいなお父さん。すごいですね。うん、それすごいわ。結構衝撃ですよ。それ衝撃でしょ。カブトムシと大して変わらないものだと頭の中で思うとしてもやっぱ全く別次元だもんね。違いますよ。あとあれじゃないですか、エビの羽尻尾の素材は一緒なんですよね。そうなんだか質ですね。でも無理だよね。高橋君なんて昆虫全般全部ダメやん。ゴキブリとか持ってんのかでしょ。ゴキブリ出たら僕はひどいですよ本当に。引っ越す。いや引っ越さないですけど女性よりひどくてあの出たってなったら近づかないですよこれ。でなんとかしてあいつかそいつから出てってくれるのを待つ。えそれじゃあパッと見えへん位置に行ったらもう自分と同じ空間でどこ行ったか分からへんみたいな。それでどうすんの。捕捉してる時にどっかのなんか窓とか開けるんですよ全部、うんうん、そっから出ろと思って、うん、で見えなくなる位置に行ったらやばいって思ってこっちに持ってた方が、うん、シューでシューってやるんですよ。シューってなんで最初からしない。いやあれゴキジェットあるじゃないですか。商品名出しちゃいましたけど、うん、あれってすっげえ油っぽくなるじゃないですか。シューってやった。あーなる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 。シューってやったとこが、うん、フローリングとかがなんかツルツルになる。ツルツル。あれなかなか取れないんですよ。高橋くん神経質だよな。あれ本当に僕嫌なんですよ。だからできるだけ使いたくない、うん、でなんかちょっとすっげえ長い棒とかでちょん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 やって本当どっか行ってほしいんですよ外に。行かなかったらシューってやります。で30分ぐらいかけてずっと振ってるあれ本当取れないですからね。あれ洗剤でやったらいいんじゃないですか。じゃあチューってジョイ。でもそんなさ当たんない当たんない。ピューとかなんか飛んだらさそっちをピューとかやるのやだよそんなの。せっかくお掃除したのにとか思って。だからねゴキブリ出たら僕ほんとひどいです。あ、まあ、困るよな。ゴキジェットとかでさシューってやってさなんか断末魔のさなんか最後のなんかあがきみたいなのきついよ、ね、こっちに飛んでくるそうあいつらそうそうほんとやだ。大変や。いや大変だ。次行きましょう。400番目の切り番の方でございます。川西長さん、はい、全部ローマ字でいただきました。川西さんからいただきました。村井さん、マミルトンさん、高橋さん、アップバンクの皆さん、こんばんは。初めて投稿させていただきます。私は仕事が終わったら帰宅してお風呂に入りご飯を食べる、そして皆さんの動画を見て寝るのが日課になっています。それが私の仕事が終わって癒されるルーティーンになっているのですが、皆様は仕事が終わって必ずやることはありますか。仕事の疲れを癒す方法などあれば教えてください。これから1年の締めくくりが近づいてきてお忙しくなると思いますが、体調に気をつけて頑張ってくださいということです。川西さん、ありがとうございました。今年ももうあと30日ですね。うん、早い。はいですね、本当に。もう12分の1しか残ってないですね。あっという間ですね、うん、はい。仕事が終わって癒されるルーティーンになっている。大丈夫ですか。今日も癒されましたか。断礼とかじゃなくて申し訳ないんですけど。あれ本当にいいですからね。僕あのシーンマジ好きなんですよ。タッタラッタッタッタララッタッタッタッ。あ、それ違うか。音違う、音楽違うか、それ別か。違うかもしれないですけど、あれマジいいです。マミスパがなくなっちゃった。コーヒー飲むしかない。キウイありますよ。
なんでここどん、なんでここさカメラのレンズの向こうからさいろんな飲み物がどんどん出てきますねこれ。いろんな飲み物がもうこの下からどん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 出てここ一体何なんだ。そこどうなってるんですか。ね、みんなきこのカメラのレンズのこの下って何になってるかとかわかんないですよね。少年ジャンプとかとかハサミとかね、いろんなものいる。癒し、はい、癒し、高橋くんの癒し。僕の癒しですか。僕の癒しはないんですけど、ニュージーランド生まれブランドのチャーリーズがついに日本に上陸。ニュージーランド、チャーリーズ、チャーリーズキウイフルーツ味、いいな、そういうの飲みたい。飲んでいいよ。ダメです。なぜか宮下さんが箱買いしてました。ね、とりあえず箱買いして、あ、炭水化物 14g 買っといたから買っといたからって言われて、ペヤングとかすげえ買われて。私こういうね、果物果汁たっぷり系はね、一回蓋開けて空気を入れてから振りますね。あ、僕もそうです。でも結構最近のペットボトルってその空気入らないように閉めてありますからね。ね、コーヒーとかもそうだよね、ブラックのコーヒーとかもですね。はい、高橋くんの癒し。なんだろう、癒し、癒しはないけど、僕や必ず最近冬になると必ずやってることがあって、菊正宗の肌水をつける、化粧水をつける。あ、それは絶対やります。で、ライトタイプに変えたら割ともう肌が乾燥に追いつかなくなってて、しっとりタイプ買わなきゃダメだなって思ってますけど。マジ、私なんか肌乾燥しっぱなしやで。つけ、痛くないですか。よくそのままでいられますね。僕無理なんですけど。化粧水つけない。菊正宗ってどこで買ってるんですか。いや、普通のドラッグストアに売っとるよ。へ、あの結構でかいやつ。へ、ツイートしてください今度。あ、いいよいいよ。チャーリーズつける。チャーリーズつけます。私あの化粧水といえば無印の透明のやつ。はいはいはい。あれね、あのパラペンっていうなんか、ね、うんうん、変な薬品が入ってない、うん、パラペン、パラペン、ほう、パラペンじゃん、パラペン、パラペン、なんかいいんだそれ。なんかそれが入ってないのがいいみたいな話をドモフリンリンクルの人が言ってた。最新感性薬、最新感性薬の。でそれを私はいつも意識して見てて、無印入ってないんだなと思って。なんだっけ、菊正宗、ね、はい、あ、菊正宗、ね、で高橋くんは特段、あ、癒しはないと言ってた。癒しはないです、癒しはないですけど、僕の癒しタイムは通勤の行く時と帰る時ですね。一人になれる、あの時間は絶対一人になれるから。そうやな、あの時間僕ほんと大切にしてるんですよ。あの、たまに前家の方向が一緒、言わなくていいぞ言わなくていいぞ。路線変えたりするよね。イベント終わり、イベント終わりとかでも入り口かな。言わなくていい。私は空気を読んでちょっと遅れる。マミルトンのね、あのね、僕のね、空気を読んでくれる力はね半端ないっすよ。一緒に歩いて駅まで帰りゃいいやん。私とか朝とか通勤途中とかでさ、あの真央ちゃんとか歩いてるの前とかで見かけたらさ、こうやって早歩きになってさ、後ろからおよとかってやるよ。ちなみに今日の朝の話すると、僕の目の前、村井さん横切りました。で、僕はこのままだとやばいな、アクロスするな、あのクロスするなと思って止まりました。今朝私ジム行ってて、ジムからこっち歩いてきて、で、だから道的にはあの駅からの一直線事務所じゃなくて、ジムの方からのこっちから来たよ。僕その横の路地にいたんですよ。なんであんな路地にいるの。まあいろいろやってて。いろいろやってて、どういうこと。いろいろやってて、ゲームが終わらないから、とりあえず事務所に上がる前にここをクリアするまでとか、一息つくまでゲームやってから事務所上がろうみたいな。それに近いやつです。近くにある子供かよ。いや、近くにイングレスのポータルがあったんで、そこをちょっと落としてから落としてたんですよ。そしたらお前、村井さんだと思って。でも終わってたけど止まりました、僕。で、村井さんがスッて行って、多分そろそろあの歩数で行くと、そろそろ、あ、なんだっけ、信号を差し掛かるな、エレベーター、エレベーターだよね、に乗ったなと思って、そっから僕歩き始めました。なんでやねん、映画な、別に。じゃあ宮下さんとかすっげえ立ち悪いよ。なんすか。私とかが歩いてて、で、あの人最悪で、音なく後ろから近づいてきて、もうあの顔に対してこの辺から村井さんですよね。あああああ、僕もやられたことある。やめろよお前、なんだよみたいな。あと、もう一個あります、もう一個あります。あの、宮下さんが後ろにいると、で、僕 iPhone も Twitter 見てたんですよ。で、違うな、アップバンクリスト、アップバンクの人たちを登録するリストがあって、それ見てたら宮下さんが、わー、高橋くんさんだって言って、僕の後ろ姿の写真を上げたんですよ。で、バッて後ろ振り向いたら宮下さんがいて、おぞーすって言って。
マジかよと思って。もう私あの街歩いてる時とか普段あのマスクしながら生活してるんですけど、そのなんか気づかれてないっていう前提で普通に過ごしてるじゃないですか、でその満員電車の中とかでもマスクしてこうやっているわけですよね、こっから上だけ出して当然こんな服も着ずにいるわけですよね。先日電車に乗ってギュ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 ってなって満員だ満員だって言ったらこの辺のサラリーマンの人からマックスさんですよねって言われてはいみたいないや満員電車でいや声でっかくないと思って、それね、しかも満員電車で重心がちょっと微妙に傾くぐらいの混雑率の時でなんか微妙にこう傾いてて、私リュックサックなんだけど電車に乗る時お腹に抱えるタイプだからリュックサックパソコン守るみたいな感じでこんな状態の時にマックスさんですよねって言われてマスクしてる状態でそしたらその人がそらそうやってそう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 ってこんな感じで割と見られながら、次に言われたのは小さい声で握手してもらっていいですか。ただそれで別れるならいいじゃん、別に気まずくないじゃん、それで別れるなら。そこから15分ぐらいずっと満員電車でここにいるんです、ずっと。つらいつらいつらい、なんかねすっげえ気まずくて、今私ポケットからあの iPhone 取り出してゲームしたりツイッターとかしたり、なんかいろいろこの狭いこのプライベート空間、この私の中のこのプライベート空間で触りたいじゃん、ただここにいるとなんか画面見れるしとかって思ったら、もうその時は電車の中でずっとこうしてた、リュックサックこうやってたとして、その時の時間感覚やばいっすよね、長い、あの相対性理論とは言ったもんだよね、本当やばいっすよ、すごいとてつもなく長い時間に感じる、大変ですね。で僕もね、なんかね時々言われるので、なんかその割とあのあれじゃないですか、学生の方が多いじゃないですか、多いな、だからなんかあからさまに学生だなってなったら僕メガネ外すんですよ。おお、なんでなんでなんで、バレないから、メガネ外すとかなり変わるので、確かにちょっと意識変えて変えてみて外してみて、あ確かにこれは気づかないわ、気づかない。でちょっと言おうとしたことをちょっと私口の中で飲み込みました。何でもない。でメガネ、ここ私が言ったらピーって入るからダメ。メガネ外した時、うん、僕すごい目細くして歩く。あのね、メガネ外してって言われたことはね今まで一回もないです。あ、でもそれ気持ちわかるわ、うん、気持ちわかるわ、めっちゃ私の防衛策言っていいですか。何何何何、私髪長いから、バラしていいの、バラしていいの、 こうやって下向いとけば大体わかんない。あーなるほどね、わかんない、普通にわかんないよ、わかんないですよね、うん、なるほど、こうやらないと髪の毛こうやって上げないと見えないもん、ね、やってるってやってますね。ママ今日やってるそれいいな、まだいつもの残ってる、防衛策それいいな、すごいね、武器なんです。これ癒しタイムの話だった、全然癒しじゃなかったですね。でも困るよね、週末とかさ、私2日3日3連休とかひげ剃らないとさ、一気にひげとかゴワゴワめっちゃ生えるんですけど、めっちゃひげ生えたりとかしてて、で私結構髪の毛硬いんで寝癖とかめっちゃつくんですけど、朝必ずシャワー浴びるんですけれども、あの寝癖がひどいんで、だから私週末とかは別に寝癖とか気にしないからさ、うん、あの普通になんかジャージとかでひげぼうぼうとかで髪型とかなんか寝癖とか普通にビヨンとかついてる状態でなんか出歩いたりするんですよね。でそういう時にあマックスさん、マックスさんですよねっつって、一緒写真撮ってもらっていいですか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 って言われた時のなんかなんか追い詰められた感いやそこに対して別に何のプライドもないし、なんか別になんかそんななんか自分がどうこうもないし、なんか別にもったいぶってるわけでもないし、わ、うん、かるっすよ、でもすっぴんの時にそう言われたような気分ってことですね。きっとそう、きっとそうそういうことか、きっとそう、あなる
るほどね。そのスピなんでって言ったらいいじゃん。普段メイクしてんすかみたいな。まあでも僕も本当そうですね。休みの日でどこも行かない時とかそんな感じですね。もう寝癖全開で、あのユニクロのスウェットとか着て、冬でも下サンダルですから、パタ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 。これは無理だね。パタ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 とか言って。これ4つ目だっけ？4つ目です。あと1つ。はい、仕事の疲れを癒す方法は結論としては、仕事の疲れを癒すには寝るしかないです。そうやな、うん。そうやな。睡眠だよな。あの目元あったかマスクみたいな。ありますね、うん、あれして寝るとすごい目の疲れが取れる。あるよね、あるよね、あすごい。あの目元あったか合いますかみたいな、蒸気で、蒸気のあれ、メグリズム、うん、あれつけた、あ、こうやってつけた瞬間にあれ膨らむよね。膨らむ、目にフィットするんですよね多分あれ、ね、エアで、うん、で膨らんでさ、こうやって触るとさパンパンやでとか思うよね。で熱くなって結構熱い、いやあれ熱いっすよ。熱い、あれは結構好きなんだよね。あれのラベンダーの匂いがすごい。それね、本当ありますよ、うん、僕その熱くな、あのアイピローってやつ乗っけてるんですよ、うん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 、でそれもなんかラベンダーかなんか入ってて、うん、あれいいっすよね。ラベンダーの匂いはなんか睡眠導入にいいんですよ、あれね、本当いい、うん、睡眠導入、うん、でも朝起きると絶対それがこの首元に入ってて取れるんすか朝まで。私はぴったりついてる。ああのこういうやつじゃなくて僕のやつはほんと乗っけとくだけなんですよ。せっかくそのいろいろ計算して買ってもらった枕なのにここにそんなの入ったら無駄になるやんけと思って。確かに、あの6個も何個も入ってるやつがこいつとか思ってるんですけど、しょうがない。快適なね、うん、でも私毎晩寝るときマスクしながら寝るんですけど、加湿器かけて、うん、マスクして寝るんですけど、うん、マスク大体朝起きたらここにあるよね。そうですあの耳からこの長い状態でなんかここにあるよねマスク。そうですね、うん、マスクするときにあのコットンに化粧水含ませたやつをこの辺に置いてこうやって寝るとパックにもなるし、水蒸気がなんか加湿器状態にもなって、ただねマスクとね合間ビルでも変わってやばいね何を守ってるんだろうね何と戦っているんだろうね最後いきます、はい、500通目の切り番の方でございます。ライライさんからいただきました。ライ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 ラララ ラ, 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 ライ、はい、すごいですよ。宮下さん、村井さん、マミルトンさん、リョウ君、アップバンクの皆さん、こんにちは。こんにちは。いつも何時もじゃないです、いつも、楽しく動画を拝見させていただいております。唐突ですが僕は宮下さんの大ファンです。先日のスタジオ村井でウプされていた講演会の動画を13回見直すぐらいにファンです。すげえ。宮下さんの性格やギャグセンスがツボでいつも楽しませていただいています。これからもお体に気をつけてお仕事を頑張ってください。面白い動画を楽しみにしています。長文すいませんということでございます宮下さんの大ファンです、うん、いや結構いると思うけど ね, いますね、相当数いると思うけどね、うん、いると思います。あの癖のある、一癖も二癖もある、うん、そうですね。でもそういう人って一回その好きになるとなかなか抜け出せないですから、うん、やばいっすよ。てかずるいよね、なんかねあのキャラクター的な話で言うとなんか悠々白書とかスラムダンクとか全てがそうだけどさ、主人公じゃなくてここら辺が一番人気投票で1位みたいな、ああいうポジションじゃないですか、うん、皆さんって。確かにそうかも。なんかここら辺にさ、そういう役回りをさ、なんかある種演じさせるというかさ、なんかポジショニングさせといてさ、自分はあの立場から毎回動画に出てくるとか結構やらしいよね。なんか、あざといよね。それなんかあれじゃないですか、今までの付き合いに基づいたなんかいろいろなもの込められてません、ね、大丈夫ですかなんかすっげー入ってんなと思ったんですけど、もうかれこれだって20年の付き合いやで、私中学校1年生からだから20年、長いよ。だって大学、彼が大学行ってて私がベンチャーで働いてた時も3ヶ月に1回ぐらい会ってたし、すごいっすね。てか一緒に住んでる期間めっちゃあるしですよね、うん、すげえな。丸3年ぐらい一緒に住んでんじゃないかな。すごい長トータルで。なんかこれ、これ今日公開ですよね多分、うん、これ どの言っていいか分かんないですけど、今日朝とある撮影に私行ってたんですよ、うん、ああはいはいはい、はい、でその時にお会いした方があのそういう宮下さんみたいなポジションなんか
すごい羨ましいって言ってた。どういうこと？なんかね、あのいつも無理な内容をこうぶつけてくるわけじゃないですか。村ちゃん富士山行くからとか言って富士山かよみたいな、はい、でもそのお会いした方は自分で全部企画して自分でやるから富士山かよとか言いたいけど言えへんみたいな。ああ。用意しなあかんからそういうキラーパスをしてくる人の存在ってすごい羨ましいって言ってました。なるほど、うん、たなるほどなつって一人でやってたら変だもんね、うん、富士山行きます富士山どんな乗りツッコミちょっとやってほしいけどなやってほしいな。もうすごい見たい。やっていただきたい確かにそうだなって感じですね。なるほどね。小村さんが乗り越えてきたこの山のいくつかはね、宮下さんが結構ね設置した山のやつも多いですね、うん、勝手に投げてきてますよね、うん、対決シリーズとかでもね、うん、いろんな方と戦いましたけど、うん、まあフナッシーとかも本当に高い山だったし、うん、まあ完膚なくみたいに負けたんですよね今年の2月ですね戦ったのは、うん、6月7月だっけ、うん、イエスタカスクリニックのタカスインチャーあれもえぐかったね。あーすごいすごかったですね。えぐかったねタカスインチャーさすがだなと思いましたね本当に。もうね人生相談バトルあの時の人生相談バトルとかもうマジでしんどかったでしょうね。相談者があの、うん、相談者のメールが読み上げられて、うん、じゃあ今回は私からみたいな感じで、うん、いやあのおっしゃられてることすごいわかりますみたいな感じで話し始めた瞬間にすんごいニヤニヤしてる、うん後ろで横の裁判この小僧が若いなみたいな感じですんごいニヤニヤしててですっごい気になるしもう喋りたいオーラとかガンガン来るからなええみたいな感じで先生 どうしましたかみたいなこと言ったらもうここぞっと出番ばかりに、うんなんかいや村井さんの言うことは若いねみたいな感じで一瞬ひどい話やで。それコメント欄であの日ですごい高瀬委員長のファンすごい増えてましたもん。増えただろうね、うん、さあ村井がこんなタジタジしてる姿初めて見たわわらわらみたいな感じ。なかなかないよね、うん、私がタジタジするってないっすね。さあそんな宮下さんの大ファンですということです、うん、このライライさん。うん、はいちなみに確か何でしたっけめちゃイケとかって岡村さんほぼ全部企画してるんですよね確か。ああなるほど確か。へえ矢部さんが MC みたいな感じで、うん、岡村さんが演じるみたいな感じじゃないですか、うんうん、でも確かナイナイって適当なこと言えないな、うん、でも岡村さんがいつも難関に立ち向かってって感じでしたね、うんうん、確かめちゃイケの企画ごめんわかんねうん論文とか論文のお二人やったらあれ田村さんだよね淳さんですねどっちも田村さんですかあれどっちも田村亮田村敦じゃなかった。あ両方田村敦さんもねでも私結構なんかお笑い芸人の方とかテレビとかでバラエティとか、ねうん、番組やられてる方とか大体片方が方法全部企画していて、うんうん、でそれに対してなんかやってみたいな感じで相方がなんかいろいろやりながらなんか富士山行きます富士山かよみたいな、うん、なんかそういう絵作りというかコンテンツ作りなんか容易に想像できるけどね、うんうん、そうですね、まあ、村井さんの場合は村井さん考えて宮下さんに言わしてるっていうわけではないですけどね完全にね、うん、本当にそういうパターンがでも今後は出てくるかもしれませんわかりませんなんかその場合は宮下さんそこになんかいろいろ乗っけてから来そうこれ言ってよっつったらいろいろなんかやばいこともう一回返してきそうえ私こんなん言ったからむしろ聞いてねえしみたいなあれおかしいなるねなりそう、うん、なるね、うんまあ、宮下さん今後もあの動画たくさん出ると思いますんであの皆さん何卒ご引きでも多分ねなんか前いろんなお便りとかアンケートとかやったような気がするんですけどね宮下矢崎エピソード、うん、一番激しかったのは一番この視聴者の皆様 の印象に残ってるエピソードは、うん、あのグッズ紹介でパズドラウェハース第1弾
しけてるよ、ね、あん時だよね、しけとらんけみたいな。あれやばいっすね、あれ食べた瞬間に第一声が食レポじゃなくてしけっとるやんけ。あれの反響はすごかったですね。あれは本当に面白かった。なんか謎の自分喋らない設定。ここ読んでみたいな。あれね、あれ面白かった。うん、いろいろあるね。はい、じゃあそんなとこです。はい、あのいただいたお便り590通、あの頑張って読みたいですね。ちょっと全部読める、はい、全部読みますと読みます、言い切れません私は。多すぎるから。一つ一つも長いですし、そう長文、めっちゃ長文ばっかり。比較的切り版の方がね、偶然短めの方が多かったけど、うん、長い方とんでもない行数だからね。今回も42分はい、では皆様また来週お会いしましょう。おいしょ。あ、なんですか、来週は私が4回ぐらいかな出るんですけれども、ゲームウィーク with Google Play っていう企画が公開になります。うん、ゲームウィーク with、Google Play。 すごい、ゲストすごい。はい、出演者一覧が YouTube クリエイターとしてはヒカキンさん、私赤髪の友さん、はじめ社長さん、かなの4人で、ゲストがふなっしー、佐藤佳代さん、佐野ひな子さん、さかなくんさん、橋、あの将棋の橋本さん、私いたよこれ収録の時、すっげー見て、あの橋本さんだと思って、で南明奈さん、ジバニャンたち、ジバニャンたちって中身誰、電波組の人たち、あ違う、パフィー、キリン川島さん、キリンルス、あとは新田徳井さん、あ徳井ソロさんとかいいんじゃんこれ。これ誰だ、誰なんだ、あスクフェスの声優たちか。うーん、そうなんです、いろんなゲームをですね、プレイするのが、ハッシーは、はじめ社長と動物将棋やってた。めっちゃ見てえな。ちなみに私は佐野ひな子さんとスゴロクモンスターズっていうゲームやったのと、パフィーの人と、白猫プロジェクトをやるのと、キリン川島さんとドラゴンクエストスモンスターズスーパーライトやるのと、うん、ヒカキンさんと私と赤髪さんとはじめ社長の4人でマイクラをやる、うん、すごいっていうのが来週ですね。あのうちのチャンネルだけじゃなくて、うん、今言ったヒカキンさん、赤髪さん、うん、はじめ社長さん、もろもろのチャンネルで、あの公開されていきます。12月1日から1週間かけて、それもお楽しみに、うん、ぜひともお楽しみにかな。でその次の週、うんは12月11日木曜日、あの私の誕生日でございますんで、うん、アルタで生誕祭がございます、うん、あそれも発表しなきゃな、 YouTube で発表してねえんだな。そうですね、また来週発表します。うい、12月は企画盛りだくさん、盛りだくさん。11月は本当に企画ちょっと少なめだったんですよね、うん、結構やりましたけども11月は少なめ、うん、12月はもうねやばい、やばい、怒涛、ほぼ毎晩全部。そんなすか、うん、言っていい、え言っちゃダメなんだけど、私年末年始31日両方とも入ってるからね。すごいよ、お疲れ様でございます。26 金曜日、ちょっとまだ発表してないですけど、結構でかいやつで31大晦日1日で、仕事始まりの前の4日、これもまだ発表してね。来年はね、来年というか12月からはね、やばい。皆様たくさんいろいろありますので、ぜひともお付き合いくださいます。じゃあ今週のお便りは以上でございます。はい、あと1ヶ月ですね、今年も2014年も思い残すことがないよう頑張っていきましょう。さよなら、さよなら。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします。私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にもさまざまなイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますので、ぜひともご確認ください。
現地で参加できるイベントもありますので、機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやおすげバイヤーのチャンネルなどたくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですので、ぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。